ジャースパルと申します。こんばんは。ついに今日からポケモンスリープの初イベント、グッドスリープデーが始まりました。今回はそんなグッドスリープデーで見つけたら逃さず狙っていきたい若草本島のレアポケモン、ムカキンなりの目線で解説考察していきたいと思います。イベント全体の解説とイベントで得られる経験値についてはこちらの動画で考察しておりますので、合わせてご覧いただけますと幸いです。後半はサブアカの睡眠リサーチ、シアンの砂浜、ノーマル5です。どうぞ最後までお付き合いください。というわけで、グッドスリープデーで狙いたい若草本島のレアポケモンについてなんですが、まず最初にグッドスリープデーでは初日と3日目の眠気パワーが 1.5 倍に、そして2日目満月の日の眠気パワーが2倍になります。この3日間は無課金でも課金勢に迫る眠気パワーを出すことも可能であり、いつもはなかなか見られないレアな寝顔に遭遇しやすいかもしれません。そこでこのポケモンは見かけたらぜひ仲良くなっておきたいというポケモン3体選んでみました。難易度の低い順に紹介していきたいと思います。まずはこちら、ドードリオ。ぐっすりタイプに属しており、若草本島スーパー5以上で確認されている有効度ゲージ12のポケモンです。飛行タイプで木の実集めが得意なドードリオ、特筆すべきは作中トップレベルのお手伝いの速さと、それを自ら維持する元気チャージ S の使い手ということ。元気チャージ次第では木の実集めの速度は作中最強かもしれませんね。シアンの砂浜のカビゴンが好きなシーヤの実を集められるため、このポケモンを入手するのが無課金でシアンの砂浜を攻略する一番の早道と言えるでしょう。無課金でも比較的早い段階から出会えるので、捕まえ損ねてもまた出会う機会も訪れやすく、最もサブレを上げるのにおすすめできるポケモンと言えるかもしれません。そんなぐっすりタイプのドードリオでした。続いてこちら、ガルーラ。スヤスヤタイプに属しており、若草本島ハイパー2以上で確認されている有効度ゲージ16のポケモンです。ノーマルタイプで食材が得意なガルーラ、スキルも食材ゲットエスと関東御三家と並ぶ食材のスペシャリストです。進化なしで最終進化クラスのお手伝いスピードを誇り、食材の超即戦力となってくれることでしょう。はるか先ですが、ウノハナ雪原のカビゴンがノーマルタイプのキーの実が好きなので、長く使っていくことも可能かもしれません。ガルーラはドードリオと違い、シアンの砂浜でも出現するため、逃しても比較的再開のチャンスがあるかなと思い、2番目に紹介しました。有効度16を一発で捕まえるのは相当難しいと思いますが、この機会に仲良くなっておきたいですね。そんな食材のプロフェッショナル、ガルーラでした。そして最後、最も難易度が高いと思われるのがアブソル。ウトウトタイプに属しており、ガルーラと同じく若草本島ハイパー2以上で確認されている有効度ゲージ16のポケモンです。悪タイプで食材が得意なアブソル、高エナジーな食材リラックスカカオを最初から2つ持ってきてくれるポケモンはバージョン 1.0.6 時点ではこの子だけになります。お手伝いがめちゃくちゃ早いというわけではありませんが、カカオを使ったレシピ集めにはうってつけの一体です。悪タイプもウノハナ雪原のカビゴンが好きなウイの実を集められるので、長く使っていけるポテンシャルもあるかもしれませんね。残念ながらアブソルはシアンの砂浜ではお目にかかれないそうなので、チャンスがついたら一発入魂、超成功を祈ってサブレを上げたいところです。イベント期間中複数回お目にかかれればチャンスはあるかもしれませんね。私は出会えたら全力で狙いたいと思います。というわけで、ぐっすりタイプからドードリオ、スヤスヤタイプからガルーラ、ウトウトタイプからアブソルの3匹でした。もしもですね、このイベントの仕様、眠気パワーの上昇がランクの垣根を飛び越えて、例えばマスター隊のライチュウやリザードンあたりのポケモンに遭遇できた場合は、逃した場合に再開するのがとっても難しくなってしまうと思われるので、サブレのご利用は計画的に。紹介した3体もですね、先週1週間ずっと狙っていたんですけれども一度も出会えなかったので、まあ、最終的にはお手持ちのサブレやパーティーの育成計画と相談して出会った際に仲良くなるか決めてもらえればなというふうに思います。というわけで、グッドスリープデーで狙いたい若草本島のレアポケモンについてでした。それではここからはサブアカの睡眠リサーチです。どうぞ。ジャス。というわけで、サブアカの睡眠リサーチなんですが、音声が取れていませんでしたので、引き続き実況していきたいなというふうに思います。ということで、8月30日水曜日、21日目の睡眠リサーチとなります。サブアカシアンの砂浜ノーマル5での睡眠リサーチです。ということでですね、ここで今お香を今日明日明後日何を使おうかなという話をしております。さあ、今日はぐっすりタイプの睡眠タイプになりました。いやね、お香がね、悩んでるんですよ。私ポケモンのお香を使ってもいいかなと思ってまして、今回ね、寝顔が
まあ、最終的に4体だったわけなんですけれども、ポケモンのお香を使うとこの4体にプラス1体その使ったポケモンのお香のポケモンが出てくるということで、例えばピチューのお香を使っていた場合はこの4体プラスピチューの5体がね出てきてくれるということになっています。なのでね、こう眠気パワーが上がってランクの高い寝顔が見られるかもしれないので、ランクの高い寝顔を持っていないポケモンのお香を持っている場合は使っていくのもありなんじゃないかなというふうに思っております。ということでさ、リサーチ見ていきたいと思います。さあ、右側にちょっこり白い体が見えております。ということで、玉ざらしのコテンネです。いや、可愛いですね。玉ざらしは本当にいつ見ても可愛い。ということでね、大口開けた瞬間をカメラに収めたいと思っておりますが、ここでグーっとね、顔をムムムーっとしてこんな表情するんだということで、玉ざらしのムムムーっとした表情を撮っていきました。可愛すぎるなんだこの表情ねえ、さっき一回自分でやったはずなんですけどね、あまりにも可愛いということで、ウソッキーの木の振りね。ウソッキー個人的にはこうシアンの砂浜の方がなんか木の振りが様になってるような気がしますね。ちょっと多分ね、ヤシの木っぽいんだろうなと思いますということで、ランク2の寝顔はウソハチの棒立ち寝でした。非常に棒立ち、これ以上なく棒立ちということで、今度こそ大口を開けた玉ざらしちゃん、まあ、写真はねちょっと中口ぐらいになってしまったんですけれども、これはあのポケモンスナップ力が必要だなと思い知らされましたね。ということで、今回この4体でございました。ということで、今日はチャンスがついたポケモンいなかったので、ボーナスサブレを玉ざらしちゃんにあげていこうと思います。こちらのアカウントではね、玉ざらしちゃん1匹も持っていませんですので、ボーナスサブレあげていきたいなと思います。ということで、大成功などは特に出ず、玉ざらしと少し仲良くなりまして、ポケサブレがね16枚あるので、まあ、これ玉ざらしちゃん捕まえてもいいかなと考えたりもしたんですけれども、まあきっとね、玉ざらしすぐに会えるだろうということで、イベント本番明日からですからね、どんなポケモンが来ても戦えるようにポケサブレしっかり抱えたまま明日のイベント臨もうと思います。というわけで、本日は仲良くなりきったポケモンは一匹もいないままなんですけれども、このままおやつタイム終了していきたいと思います。さあ、ということで、今日の一枚はもちろんね、このムムムってした表情のね、玉ざらしちゃんにしていきたいと思います。さあ、ということで、明日以降ね、しっかりリサーチ経験値や夢のかけらも稼げると美味しいですよね。シアンの砂浜だとそんなにランクの高い寝顔は見られないかもしれないんですが、メインアカウントの方ではしっかりとね、レアな寝顔を見つけていきたいなというところでございます。初イベントグッドスリープデーは今日の寝るタイミングからが本番ということになりますので、しっかりと睡眠とっていきたいなと思います。アカウントごとの進捗は、メインのアカウントが若草本島ハイパー4、こちらサブアカウントがシアンの砂浜スーパー2となります。どうやらね、シアンの砂浜はスーパー2からメタモンちゃんが出てきてくれるそうです。ということでね、見つけられたらラッキーかなと思います。というわけで、眠気パワー 1.5 倍、明日の朝皆さんに素敵な寝顔をお届けできることを祈りながらお休みしたいと思います。というわけで、ここまでのご視聴ありがとうございました。よろしければコメントやチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけますととても励みになります。いつもありがとうございます。お相手パルでした。皆さんにも素敵な出会いが訪れますように。おやすみなさい。またねー。